イがなくても食っていけます。星2、ホモを金に錬金することに長けたホモ錬金術師の吉永文が書くエッセイ風漫画。この漫画は主に吉永文とその同居人でオスの後輩の人族のオスのアシスタントとの同居と料理を食べに行くというシナリオであり、料理の部分はほとんどおまけで主にこのアシスタントの後輩の同居人と吉永文との同居漫画であり、内容的には昨日何食べた？モンゴロイドは成功している人族に対して嫉妬する傾向型のコーカソイドやネグロイドよりも強く、こういう自分は自由奔放に生きてます。アシスタントのオスとは同居しているだけで恋愛関係にはありませんとか、自分は巨乳ですみたいなことは、一部の人族の嫉妬と反感を書きやすいのでしない方が無難。これが全く別の女性漫画家と同居している男性アシスタントかっこ後輩の話とかの全く架空のシナリオだったら一切反感は生まれないのぜ。リアルで受肉していることによってナルシズムが出てしまうし、一部の人族はそれを存在しない芝生ではなく隣の家の芝生と認識してしまうからなのぜ。例えば吉永文の服に Y さんってロゴ入れたりしなきゃいいのに、そういう感じでナルシズムを入れてナチュラルに煽ってくるスタイルなんだよね。そんなエッセイ風漫画だとこんなバックファイアが生まれるんだな、ということを認識させてくれる作品。ただしそうならないなら普通に面白い。